おはようございます。朝の癒しのメッセージ、ラジオパーソナリティのスマイリーです。配信第2部は新連載ショートショートストーリーインディゴくんが行く、第1回です。これは読み切り、連載ものの読み切りでございます。少しスピリチュアルな方々の日常を描いたほのぼのとしたお話というふうにとっていただければ理解が早いかなと思います。さて、今日はミツバチの気持ちと題してお届けします。ショートショート読み上げてみましょう。この町にはちょっと風変わりな男の子がいます。インディゴくんは今日も一人で散歩をしています。日向ぼっこをしたり、時には勉強したり、時には植物や動物と話をするのです。インディゴくんは道端にタンポポを見つけました。タンポポを見つけると手かざしをしてヒーリングを始めました。タンポポは、おはよう、インディゴくんは今日も一人かい？うん、まだ体の調子が悪くて。無理したらダメだよ、横になっていないと。そこにミツバチが近づいてきてタンポポの蜜を吸い始めます。インディゴくんはその様子を見て、ミツバチって寿命が短いんでしょ、気の毒だな。それを聞いたミツバチは、でも短い命だから今週で自分の命が最後と言い聞かせて生きているの。それに死んだらまた生まれ変わって勉強するから、一日一日がためになるよ。インディゴくんは、なるほど、今週が命の最後と思って生きていくか、その方が本当に生きているのかも。命について考えを巡らせるインディゴくんでした。ご清聴ありがとうございます。次回に続きます。それでは。